皆さんこんにちは、ワナリグルビッシュです。では今回はゲレンの野望ジオンの系譜ジオン軍編、続きをプレイしていきたいと思います。ご覧のようにですね、宇宙の大半を再び制圧することに成功しています。アクシズにおける宇宙の主な戦力はですね、このアクシズに20機、あと今作っているものがいくつかありますね。それにこの宇宙の球にも21機と部隊数が配備されてますので、我々もですね、このソロモン周辺中域に関しては増強を行っていきたいと思います。アーバー枠に関しては引き続きここでハマンを足止め、しているという状況変わらずですね。で、大きく進捗があったのがですね、地上なんですが、地上は再び地球侵攻作戦を発動して、まずは北米大陸の制圧から今現在進めているところです。では早速続きをプレイしていきましょう。北米大陸なんですけども、敵の部隊がいるのでこれはこれで撃破していきます。一方ですね、他の地域手薄になっているので、敵の防衛戦力がこの隙をついて一気にね、各方面に部隊を展開して勢力圏内をね広げていこうという作戦になります。では進めていきましょう。で、地上ではハイゴッグを生産してるんですけども、生産がちょっと間に合わないので宇宙からですね、ハイザックとガルバルディを下ろしています。部隊の編成については基本的にはですね、ガルバルディ、ハイザックということで、スタックをさせて進めていきましょう。地上での戦いですが、ニューヨークとカリフォルニア、ここを抑えたくてですね、今部隊進めてます。カリフォルニアに関してはこのロッキー山脈をザクで越えていくというのがなかなか苦労しますね。やっぱり輸送機があった方が良かったなーっていうのがね、ここでちょっと痛感してますけど、ここはゆっくりでもいいので進軍してカリフォルニア、ここを制圧していきましょう。で、中央アメリカを制圧した部隊で、この後はですね、ニューヨークに部隊を進めていきます。さらにベルファストからは一部の部隊を割いて大西洋を制圧しましたので、これでですね、ベルファストと、ニューヨークを取れたらですけども、ニューヨークがつながる形になりますので、部隊のね、シームレスな移動、柔軟な運用というのができるかなと思います。あとは地上で運用する、空母としてですね、ガウを、何機か作っておいてもいいかなというふうにも考えてますので、ガウにするのか潜水艦にするのかっていうのもちょっと含めてですね、検討はしておきたいと思います。敵エリアに侵入しました。ではニューヨーク攻略戦になります。ある程度の部隊を送ってますので、ここは無難に取りに行きたいと思います。やっぱりただ輸送機やった方がいいなっていうね感じはしますね。生産の拠点としてはまだ現時点ではベルファストしか地上では持っていないので、ベルファストで作って、各地で展開している部隊に配備していくっていうねやり方になるのかなと思うんですけど、それまでの間、そしたらですね、着々とのんびりのんびりにはなりますが、部隊を進軍させていきましょう。ニューヨークの攻略中でありますが、続いてドーバー海峡を渡ってフランスに上陸していきます。さながらノルマンディ上陸作戦みたいなね感じにもなりますけども、ここからヨーロッパ、オデッサの奪還をね視野に入れた戦いというのを展開していきたいと思います。ここはですね、ガルバルが5、ハイゴックが9というところですね。ガルバルディは本当に強いんですけど、エネルギーの消耗がとにかく激しいので、
まあ、継戦能力っていう意味ではやっぱり母艦、これまで念のため臨時の緊急の補給場所として用意しておきたいので、キシリアのホワイトベースも連れてきてます。情報部より敵開発プランのダッシュに成功したと報告がありました。敵開発プラン、これなんだろう、いうようなものだったら嬉しいけれども、これはグフ重装型、今更感がすごいな。ただね、いい機体が手に入ることもあるので、まあ、地道に情報部門への資金の投下は行っていきたいと思います。まずはこれでカリフォルニアの制圧が完了になります。この後全拠点の制圧に成功しました。ニューヨーク、残存勢力の総統戦に移行します。ヨーロッパ、フランスあたりをね、一気に制圧進めていきたいと思います。敵特別エリアの制圧に成功しました。これでニューヨークの攻略も完了になります。敵部隊の殲滅に成功しました。北米大陸はほぼ完全に制圧完了しましたね。これでフランスの制圧も完了です。一気に地上でも勢力を伸ばすことに成功してます。はい、では地球侵攻作戦順調に進んでますので、今回はここまでにさせていただいてですね、次回はハワイ、それとオデッサ、ここの攻略を行って、さらにその先北京とベルファスト、トリントン、ここをね、狙っていきたいというふうに思いますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。